刻メタン実況ダークソウルさん2%ブリッジレス RTA 大カマ IGT 1時間44分33秒。デモンズソウルを出したことでやっとコサタクさんのマゾプレイヤーを調教することに成功した多数にとっては無理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 カタツムリなゲームの RTA 動画。この動画はダークソウルを一度も遊んだことのない人族にとっては、なんだ、簡単なゲームだな、と思うくらいクッソ上手です。ただしこの動画制作者が示唆しているようにこれよりもクッソこのゲームが上手い RTA 奏者はクッソいます。次にこのゲームのこの奏者はクッソ簡単にボスを撃破していますが一度でもダークソウルを遊んだことがあるプレイヤーなら初っ端に即落ち2コマスルーロボロスっぽい感じになるボスですら多分平均 N10 回はダメをべらします。このゲームはマジでクッソ激烈に難しい難易度でできています。この動画はビーム兄貴と同じタイプの RTA 芸人という感じのプレイスタイルでたまに発生するガバの演出の仕方がクッソ上手でありガバを面白く表現できるとても貴重な RTA 奏者です。さらには何個かガバは発生しますが初見プレイみたいなファン以外はイライラ動画という動画ではなく普通にクッソうまいので見ててホエーっとなりますし、動画の情報量も十分ですしボイスロイドの調教もお上手。ご飯を食べる時の暇つぶしに最適な RTA 動画に仕上がっております。また倍速かけ放題、回線も太い大粒でも投稿されている部分はクッソ評価が上がります。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。